僕は小学校の卒業アルバムに別にお笑いって書いていましたね。その頃から。じゃあもう小学校時代の夢がちゃんと叶ってるんですね。すごいですね、大人で。だからといってクラスで面白かったのかって言ったら全然面白くなかったですけどね。よく慣れましたね、お笑いに。でもやっぱ学校の時の人気者って明るい子だったりするけど、そうじゃないなっていうのに気づいたりとか。笑いを取るのは明るいとは違うと。明るく元気なやつが人気者で、あいつ面白いねって言われるけど、そうではないなっていうのがちょっとずつ分かってきたんで、人気者と笑いを取るのは違うんですね。違うと思いますね。学校の人気者が全員売れると思ったら大間違いで、人気者じゃない人の方が多いんじゃないですかね、芸人さんとかなってる人。元陰キャだろうなっていうハライチの方とかも結構そっち系ですよね。ああ、そうですね。